3回ここ明るい。同じ階の貯蔵室にはないんじゃない？ 1 階じゃない？ 1 階？ 2 階かな？ 2 階。あ、1階だった。1階です。やばい、ブーって音したもんね。あ、やっべえと思った。何これ。あいつ意外と離れてねえんだな。そりゃそうよ、相当うろうろしてる。たまに分身してるよ。分身はやばい。フラグ回収してる大事ないよこの人が。もう一回やろ、同棲とか言ってやられるパターンなんだよ。ただなるほど、しっかりとやられたね。やら、あの、はめられたとか言ってるけど、ただ自暴自棄ですって出てるんだけど。修正がいまいち分かってないけど、でもやっぱ近くにはいるね、数ターンの間は。そりゃそうでしょう。どう移動してるかなんだ。こうやって振り向いた時、ジミーも一マス進むっていう風来の試練。まあそういうことだと思うよ。風来の試練だと、うん、風来のジミーなのね、あれ。それは嫌だろ、だってじっと待ってたやつ目の前からすげえ走ってきたら。いやー、ほら俺らはファイブナイトアットフレディーズやってるからさ、盗塁王がいるからジミー真ん中じくんのかなと。そんな可能性はある。いや、いいとこまで行ったのにな。いや、背景が多分静止画だから、そこに動画をのけるっていうことはなかなか難しいから。ね、そうだから多分単性になってるはず。ムービーが流れるようにしかなってない。うん、チラリラリラリーンみたいな。ここあっ、怖い。あ、いや、あっちか。ベルに戻る。67%コンプリート。よっしゃ。219。ナイス。お、なんか怒るぞ。振り向いと。一応見てく。なんもない。なんもない。え？でこっちか。なんだりけいです。なんだ？あれ？ファントムミラー。廊下か、廊下だね、これ。またあれが覗き込んだら見えるかなんか。可能性はある。覗き込んでみよう。これ？何もないです。あ、でもなんかザーっていうラジオの音がしてたからなんかあるんじゃない？危ない！ Get out of the hotel, Jimmy.あ、暴発して死んじゃったのか。え？なんかめっちゃ食らってるけど、どっちかっていうと。ね。Is it Harvey? すごい勢いで問い詰める人。Yeah, it's Harvey. だんだん、Is it Harvey? 聞こえてくる。What were you going to do?彼も武装していたこと。やべえよ。え、何？儀式用の剣じゃないの。いやいや、ガトリングとかじゃない。え、いやだからこの選択ノブで首クッ、ヒットマンみたいに。そう、強すぎるだ。やつも拳銃を。向こうも拳銃だったのかな。父の肩身ありすぎだろ。肩身何丁あんだよ。なんだろうね。またクロスボウなのか。クロスボウバトル。それか実はこのパドルがすごい。いや、剣じゃない。剣なのか。強くない。剣で勝てる。剣で勝てる。結構難しいよ。まあでもやっぱこの狭い室内だと拳銃の方がいいでしょ。違うか。クロスボウ、ま、もう一回来ることあんのかね。いやー、問題は彼も武装していたとは知らなかったことだ。When you said you didn't realize Jimmy would be armed too,
Does that have anything to do with what you said about the crossbow? あ、やばい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 。え、これちょっと一回ファントムだね。多分、もしかしたらないかもしれないね、これ持ってない。可能性はある。なんだ、な、ん、いや、剣だな。レターオープナーの方。あ、レターオープナーの方か。ちっちゃいよね。どうやってそれで。どういうこと。だって言って、レターオープナーだよ。まあ、先尖ってるから、後ろかなんかにね、隠れといて、首元ズブってやれば。いや、地味強いな。地味強いよ、それは。Is it, Harvey? 何にせよ、刺すって相当力必要なね。子供地味でしょ、これ。いや、もう、ちゃんと肋骨の間を知り尽くしてるな、人体を。やばすぎるな、こじ。だってやばい、ほら、切り抜きばっかり集めてる。When you said you didn't realize Jim would be armed too, does that have anything to do with what you said about the dagger? ヒットマンって呼ぶね。It wasn't even a dagger. 何、探検ですら、なんか。ほら、レターオープナーだから。あ、だからもうこれ、今度はこのレターオープナー飛ばしたんじゃないの、プシュッて。どういう感じなの、わからない。あ、奥だな、ゲーセンの方か。え、なんか見えた。いつものゲーセンの奥の廊下のところ見えなかったの。マジで。一歩先ジミーなんだけど。すげえな。レターオープナーでバトレンの拳銃と。それかもうレターオープナーをピッて投げて銃口にこうスッてなるパッ。暴発させたの。それやばすぎる。やばい、ジミー近い。グランドフロアですか。それがいっぱいね、ペーパーナイフ1本とは言ってないからね。ザッザッっていっぱい投げた後、時止まって。強いな。マジかよ、ジミー強いな。あぶねえ、マジで。取られるとこだったじゃん。ペーパーナイフでやるぞって。ペーパーナイフでやれるんだったらもう何でもいけるだろう。そのうち紙切れでなんかやりそうだよ。そうだな。マヤ。マヤ、そこどうしよう。行きたい方から呼ばれたらどうしたらいいの、もう。トリックスターってことだねって。確かに大ちゃん見てる。デッドバイデイライトなんだよ、ジミーがやってることって全部。これどうしよっか。行く？まあ行ってみようか。行ってみようか。こうとしねえし。あ、遠くになったよ。行ける行ける。ね、だなぁ。この音でバレるよね。この音はやっぱ聞こえないことにしてんの。してんの。でれー。いや、でも来ないエリアがあるっていうのはいいね。何縛りなのし。おお、びっくりしたよ。おお、来てるよ。お父さんもうあれだね、ダメになっちゃってるね。うん、正気が。どこだ、ここ。この辺りにいるか。Is it Harvey? え、なんかめっちゃ今ジェミーとか言ってたね。言ってた言ってた。あの辺り。なかなかもね。おい。あ、こっちにいる。いる？後ろ向いたらいるな。これくるくるしてるもんね。おお、え、何？ほら、え、ほら、あ、いや、マジスネークじゃん。探検があれば。めっちゃブシャー言うてたけど今。刺されたハーベイ。
おい、ジミー、アサシンなのよ、お前は。アサジミじゃん。アサジミ。ああ、親父を。I saw you being stabbed backstage. What happened? Jimmy crept up behind me. I didn't see him. 結局ジミーが勝つんだとか、そんな。アサシンじゃん。いや、何の解決もしてないよ。ただ単にもう、ジミーは子供の時点で身体能力が高すぎるよ。まあ、子供だと思って。なんだこれ。油断したんじゃん。フィルム？あ、でもなんかショーしてる人の絵だったね。ようやくこれであれか。ハーベイストーリー完了。ハーベイストーリーが本当に完了した。死んじゃった後に何も問題になってないことがもはや問題だろこれ。結局ジミーが勝つんだっつって消えてったから、ね。うん。何もう死体すら隠蔽されたのかな。どういうことだよ。なん？え、ただこれでどうすんの？次、これ次あるじゃない、まあ、次もう言ってたさ、なんだっけマジックちゃんこれか、舞台上の、はいはい、舞台上グレートヒューゴあれじゃない、その優勝カップみたいなのが関連してんじゃない。あーもうとりあえずじゃあまたキッチン行くね3人すでにジミーの手にかかってやられているんだが、うん、こっうん、ちょっとね、信じられないやられ方してるけれど、お父さんに至ってはもうあとでも 70% ですよ、今拳銃持ってたのにみたいな、ね、もうやっぱほら、拳銃よりも隠れたジミーの方が今もう3キルしたから UAV 出して次大変だよ。あれだこれ、ローズだ、ローズじゃん。2階です。あ、はい、あでも、そうね、お母さん、え、でも3階、2階、3階6階ってこと？いやいや、そうじゃない。だって6階ないし、ここ。そうだよ。しかも2階、3階だったら5階じゃねえかよ。いや、掛け算でしょ。ああ。へえ。2階と3階に何があるんですか？まあでも多分、証拠と、あれだね、お母さんの霊がいるんだね。お母さんも死んでるの？どうだろう、ジミーに言われたんでしょう。なんでだよ、まあ、私がやっぱり間違ってた、あんたが悪い子よーのカンプシャーって。あ、もうまたレターオープナーで、そう、同じところに送ってやるよ。相当血生臭いホテルじゃねえかよ。そうだね、え、動かないよコンパスが。ここからここでいいんじゃない。ここでブーって。やばっ！ぐるっと回ればいいのかい？周りを見ればいいのかい？よっ。うわ、レターオープナーのこと言ってる。ああ。じゃあ、あれだ。この親父が拳銃持っているのに対して、ジミーはレターオープナーだから、その、ね、セルフディフェンスですよと。そう。ああ、そういうことか。そう。ただ自分を守っただけですジミーはって、こうまだかばってますね。どうしようもねえな。ああ、これはもうどうしようもないっすな。どうしようもないな。どこの世界にレターオープナーでぶっ刺して倒せるやつ、うん、自己防衛になるんだ。それ正当防衛を歌ってましたね。じゃああれか、お母さんが教えたんだろうな、ママ多分。ママの言うことを聞いたってやつ。そうだね、うん、ママの力でキャッ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 。お母さんがめちゃめちゃすごい殺し屋なんだよ。やばくない？可能性はスパイファミリー、うん、これだからもう息子はもう英才教育を受けて。どっちにいんのジミー。何回208って出た。208。あー、分かんなくなっちゃったな。こっちの、ここが206だ。近いんじゃない？うわっ、ガムチさん、トンさん、ガムさん、ソン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 、ソ
あソンソン出ちゃった、ついにソンソンしてたなぁ。てー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 、どうしよう、3回それっぽい感じだけど、全然違う曲だった、ね、それね、それサリーちゃんなんだよサリーちゃんなんでわかったよなんでわかんない、まあ、どうしよう、突っ込もうかどうか思ったけど、まあ、アリジャが言ってくれたんで突っ込むけど、サリーじゃないです。ソンソンの曲ではないなと思いつつ歌ってやんばらやんやんやん完全にそっちだったなんでそっち行っちゃうのかよくわかんないよ、そっちだったな。マヤともかかってねえし、あー、そう、あ、暗いわ、暗すぎる。ここあれでしょ、洗面所みたいなとこ。ファントムミラー使えるとこないかな、ほんと。他の部屋入った方がいい。ファントムミラーだよ。あれ、ローズ。やっぱ208だな、うん、そこにあれか、証拠があるんだな。あ、でも301も出てる。301もどうしよう、301行っちゃいいんじゃない。あれ、ここ301今2階でしょ、あれ3階。あ、今俺3階に来たの。ここ3階、ここ3階、緑色の壁紙があるとこは301にいるわ俺もうベストや、うん、何があるんだ。あ、でも鏡をゲットしろって話だった。あ、なるほど。あ、やばいるわ。わお、どこだ、冷圧やばいね、ここローズの冷圧やばいんじゃない。扉の前から後ろかなぁ、いつも通り。あれ、ねえのか、また廊下見る感じか。見てみよう、覗いて。ん、まあでも廊下が映ってたよね、あれ301と廊下。ここじゃない、ここ振り向いたら。廊下で、いやないね。じ、あれ順番が違うかな。バスルーム、うわぁ、うわ、なんだこれ、うわぁ、なんだこれ、やば、3階だよねやばいやばい、飲み込まれてく。うわ、私の許可なく物を買う。あー、鏡が、鏡割れてるの、そういうことか。あー、これハーベイ、ハーベイ、ハーベイだったんだね。え、ハーベイは DV、 ドメスティックバイオレンスしてて、奥さんはハーベイのこと嫌い。そもそもハーベイは別にあれなんじゃない。あ、結婚してない説。結婚しないっていうか、うん、結婚しないっていうか、別にお父さんなんでもないっていう、ただの支配人だったって話。ああ、そういうことか。旦那さんいて、もうその人とは離婚してて、指輪云々が分かんないのはその流れか。うん、そういうことだ。なるほどね。そっちだと思うね。うん、うん、なんか、俺なんか指輪知らんけど、みたいな。おかしいでしょ、それ。お前あげたんちゃうんかい、みたいな話になるから。はいはい、そうか、ハーベイはただの支配人で。支配、まあ、オーナーで、オーナーなのに殺されちゃったっていう。怖っ。それもそれで。どうすんだ、これ。ファントムミラー。ああ、だからローズとその子供、ここに普通に住んでた、つんっていうか宿泊してただけ、長い間。それが旦那から逃げてるため。ああ、そっちかね。え、本当にそんな穴が、まあるのこれ、バスルーム。もうさすがに埋められてるってこと。ないね、もう幻覚だ ね。でもだからローズの心境を表してるってことだね。深い穴に通じるぐらいこう抜け出せない的な。 ここにはいないんだよね、もうザーッ。 Is someone there? あ、いないね。いないね、大丈夫だね。208って感じだね、うん、でもよかったね、先に証拠が。そうだね。バールだな、本当にお前は。わおわおわお。あ、でも負けたか。
通り過ぎてくれると助かるな。通り過ぎますよ。で、今アミが行ったから右に。俺じゃねえ。ここで2-3ターンぐらい進めてよし帰ってきてると最低だよ。じゃあな、アミ。まあ、このスピードで動かれたらなかなか落ちてない。うん、走るみたいなこうアクションを取っちゃダメなんだ。やばいやばい、やられたと思ってんだろうな。208どっちだ、右かな。で、さっきから俺こっち、ミーは階段で移動してんのか。じゃあ確かに。ああ、そういうこと。エレベーターを使った気配。あ、まあエレベーターの音しないからね。そうなんだよ。じゃあそこ地味用なんだ。だからあれか、開けていくと閉めちゃうか。かもしれないよ。やべ、道間違えた。間違い地味かい。こっちの道。あ、ちょっと暗いな。6こっちか。こっちだ。なんか音してるよ。7だから、それで8。いるんじゃないかな。Is anyone there? いないんかい。なんかあんのかな。あんじゃろ。こーい、ジミーやんけ。ただのジミーなんだよ。ジミーだな。すげえ髪型してるもんな、ジミー。ズラだから。え、コンパス。これはあれか、一回ファントムした方がいいか。ローズの場所がわからないとね。まあでもローズは母親で間違いないもんね。うんうんうん。ポスターをアップすな。もうポスター見たんよ。ここでまだなんか落ちるのか。まだバスルームか。なんもねえな。なんもないね。ローズ自身はラジオのとこにいんのかね、さっきの。あーかもしんないね。あそこで見てるから ね、見てるところに基本的にはいるから、ね、だからもう全部情報集まったから。え、2階だっけ、1階だっけ。ラジオは1階か。ラジオは1階。1階か。ラジオじゃない、あれレターボックスのところだから2階でいいんだ。ああ多分。で、行き止まりになるよね。よし、こっちか。ほな、サインならぐるっと行きますわ。2階はいいよ、ここが空いてるから今は。来そうで怖い、こっちか。あ、いいね、遠い。素晴らしい。ここにいるのか。どこに呼びかけてたら。こんなとこでいるわ。あ、来た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 。あ、一歩前だ。じゃあ一個前。一歩前。I'm here。バカ。バカやろな。本当に。大丈夫大丈夫。まだ来ない。遠いな。Someone there。近づこうとか。本当に。相当やべえな。ここでなんで鏡見る。一応ジミーチェック、ジミーチェック&何を見せた方がいいかも分かるから、鏡は。まあでも多分ポスターってことだよね。鏡とポスターとポスポスターだよね。え、一歩前か、あっちに進んでたから。うん、この中なのかどっちかだから。
チェックすればいいんじゃないですか。そうね、多分ね、あそこ左一歩前かな。 Is someone there?あ、こんなのでいいのか。素晴らしい。あれ、ホテルの持ち主、あ、ハーベイがやられた後、持ち主になったの。支配人なのとか、経営者はまた違うんじゃない。ああ、確かに支配人はあれだもんね、別に。ああ、ここ任されてる人がの方だから。ローズが経営者だったのか。経営者はローズだった。だから誰も逆らえなかった。Who is Hugo Punch? コメディの役、コメディアクター。I heard a man shouting at someone, telling them to do as he says. びっくりした、これ何って思った。あの穴ね。ああ。え、何それ。 I saw a lady explaining that the dagger was a letter opener. Who was she? It was me. I had to explain to the police that the dagger was just a letter opener and that Harvey had loaded. あー、そういうことなんですね。こういう感じになっちゃったんだ。They understood. にしたって偵察者が多いことぐらいにはちょっと。そうだよね、もう3人も犠牲になってんだから。あー、めっちゃベンツですね。警察が来たんだね、刑事とか。どっか行っちゃったよ。どっか行っちゃったね。ここら辺も聞きたかったよね。刺されたハーベイがね。ゆらゆらじみ、にょろにょろじみ、グー。お、お、安全地帯。次回。大丈夫かな、呼んじゃったけど。まあ来る。まあ待ってましたよ。とは思いますが。大丈夫だよ。声が聞こえたね。おう。で、なあ、なんかでも外見てたからね、ここかな。かな。おお、チカチカしてる、チカチカしてる。ここだ。ここ。あ、後ろだ。いや、ここでいいと思う。あ、いいのか。おお。なんか起きるぞ。うん、あれ？あれ？普通に読みかけられて出てくるのか。あ、よ、これね、強すぎて出ないやつだ。激おごぷんぷん丸になってるから。だいたいイベントは何か入ってからか。こっちからこうかかな。あれ、あ、ここが光っ、ここだよね、どう見ても。一歩下がってみるとか。ドア開ける意味ないでしょ。さっきやった。ここだね。あれ？はぁ、いや、場所は合ってるはずだな。ね。おぉ、いやー、これなんだ。もう一回ちょっとファントム見て、多分同じだと思うけど。いくらなんでもだよね。ちょっとね、チカチカしてて、これは不自然ですね。嫌な予感がしてまいりました。そう、これがバグだったとしたら困るんだよ。だってもうここ映るんだもんな。ちょっと一回セーブ&ロードすな。ああ、そうだね、そうしよう。
あ、来た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 、バグってたね。おー、よかった。おおお、うわホラーなんよ、ただの、うん、ジェミー、まあ、お前のせいやろけどな。おお、完全に。お母さんももしかしたら何かしら闇を抱えてしまってるかもしれんな。いや、じゃあやっぱり殺し屋か。殺し屋だったの、このホテルをちょっとうまいことあれしたかった。いや、だからもうここは不可侵条約が結ばれてるから。というかあれか、気に入られるやつはこのホテルでやればみたいな。いや、でもこのホテルの中で殺しはなし。なんでだとしたらお前もう嘘つきやねんか。やりまくってると、うん、バグるんか、しかもこれ。やめて、危なかったね。超怖かったわ。あ、てかまああそこだから、あそこであれか、ラジオするとか。いや、よかった。他のことを聞いた方がいい。ゆらゆら。コンチネンタルホテルだったの、ここ。そう。で、組織にバレないように全部母ちゃんが消してた。ジミーの犯行を。ジミーが、しかもジョン・ウィックワークなの、あれ。そうそうそう。俺がやってるゲーム、コンスタンティン出てくるからな。おいおいおい。悪魔払い。首を、あの女の首を絞めるの忙しいみたいなこと。Is it Rose? 多分天使のことだ。そうだね。これも聞いとこうか。そうだね、探検。探検？探検は聞かなかった。I saw Harvey being stabbed backstage. What happened? Ah, baby.あー、そういう感じ。完全にダメですね。兵隊になってもそれ言っちゃったらもう。あ、まあでもな、真実を知らずに死んでしまったんだね。この辺実際には見てないからさ。そうだね。じゃあ行きますか。玄関ローズか。Who are you greeting at the entrance and reception?これがそういうことだね。どういうことか。普通に溺愛してただけとかの方がな。When you said Jimmy found a way of bringing in more guests, 本当にそれで来るのかっていうネタだけどな、これ。いや、本当に人気になった。あったね。次あれだね、結婚指輪とかも聞かないと。ああ、そうだ、確かに。でもこれ消えちゃうね、これ分かっちゃったら。うん、ずざー。演技ジミーが出てくるから。舞台か。あ、これ向こう側か。舞台と、こっちだ。映像が出ますよ、これ。ユーゴパンチはもうジミーだったんだね。ユーパン、はい、あれ裏奥かぽい ね、ここだね。あ、怖っ。 Ladies and gentlemen, please welcome to the stage your entertainment for this evening, Mr. Hugo Punch!めちゃくちゃ人気じゃん。ハイパー人気じゃん。満員御礼ですよ。すごっ。じゃあ呼んで、ここにいるか。 Is it Rose? Yes, I'm Rose. 先に物聞こう。 Who did the wedding ring belong to?え、断れなかったの。あれ、どういうこと、どういうこと、また変わってくんの。答えないでください、もう。しかもシリが知ってたらそれはそれで怖いわ。怖いわ。割れた鏡はどうなんですかね。そうだね、これも聞きたかったね。見えてたもんね、割れた鏡で、うん。ジミーを壊したの。壊した。なんでやね。You just the gun belong to?
What are those rusty old keys for? あ、これも聞きたいな。うん。Who wrote the note that says goodbye? ジミーが書いた。ジミーが書いた。ローズじゃない。まあ、ディアマムって書いてた。ああ、そうか。うん。確かに。本当だ。教師をしていた。教師をしていた。あれ？またなんか新情報です。Why was there a washing line tied around a rolling pin?スクラップブック。この辺どんな答えが書いてくるか興味ある。Who does the dagger belong to? 誰かがね、プレゼント。Where was the crossbow from?まあな、ハーベンにそれでジミーに撃たれましたけど、ね、バカやな。What was the coil of wire used for? なあ、電子回路一流用だったんだ。で、あの危険なヒーターを作り出せたんだ。あはは。Why is there an old heater marked dangerous?感電したからな。I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? They were mine. They wanted to go away. あれでもここから立ち去るつもりだ。どういうことだ。I found some trophies. Who won them? Jimmy bought them to make it look like he'd won. え？したかのように。王に見せかけるための偽物。まあでも自信をつけさせたかったのかね。Where did the bottle of diazepam come from? It belonged to Dr. Bose. ああ、まあ医師の話は。Who did the chef's hat belong to? Our chef used to wear it. Where did the wooden paddle come from? It belonged to my husband. あれ、私の夫のもの出てきた。やはり、あれか、これで暴力を振ってた。うん。Who drew those violent pictures? Jimmy used to draw pictures about the war. He was like most boys. 同じではない。I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for?Who did the child's purse belong to? It belonged to the little girl. 知ってはいるんだね。Who does the sword belong to? It belonged with a suit of armor we had. But it went. 鎧もあったんだこれ。Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? I don't know anything about that. これで全部。まあ一通りは聞いた。I saw you announcing Hugo Punch onto the stage. I was enjoying it. We were making money again. Everything seemed to be getting better until. ああ。そこで、でも子供の頃からあれだったけど、要は本当に悪いジミーといいジミーが。いて、最初ずっと悪いジミーだけど、そんなことしてちゃダメなの、いいジミーが出てヒューゴになって、そこからまた悪いジミー出てきた。だからほら、一番冒頭で話しかけてたじゃん、まあ、鏡の自分に向かって、ね、なので、これとどうなんでしょうね。これでもこの組み合わせやったよね。What you said about Jimmy staring at himself and becoming angry. こっちか。Is that connected to what you said about the Hugo Punch poster? で、鏡を割ったってことか。うん、どういうことか。
What you said about Jimmy staring at himself and becoming angry, is that connected to what you said about the broken mirrors? Breaking the mirrors was just the start. I asked him about it, but he didn't remember doing any of it. Then other strange things started happening. どこだ？なんだ？テーブルに鉢植えが1個。どこだ？こんなとこあったか。玄関金のやつか？かな。これはファントムキッチンスナイト。ファントムミラー。ローズのこのおでこが伸びたときがちょっとやばい、ね、3回3回だけ情報行くしかないっすな、ね、まあでもなんとなくその夫が原因なような感じもしますけどね。Thank you.